本田太大地は日本の元フィギュアスケート選手。京都府京都市伏見区出身。5人兄弟の2番目で、姉と3人の妹がいる。姉は一般人で、長い妹の森林。次妹の社来は共にフィギュアスケート選手で、持ち欠と社来は女優業もこなしている。アクセルを含めた6種類すべての3回転ジャンプを飛ぶことができる。本田を指導する田村学徒コーチは、 大地のジャンプは頂点に上がるまでに、スピードがあって、見応えがあると評している。5歳の時に、家族と一緒に、京都大後のスケートリンクに遊びに行ったことがきっかけで、妹の森林とともにスケートを習い始め、後に生まれた持ち欠とシャラ来も、大地とマリンの影響を受けて、スケートの世界に入った。しかし、大地より3歳上の長女は、年齢的にスケートを始めるには、 遅いと言われたため、長女だけは、スケートの世界に入ることができなかったという。最初はホッケーから始めたが、浜田義江コーチに支持することになった際に、後から始めた、フィギュアスケートに専念することを決めた。2012から13シーズン、日本スケート連盟の強化指定を受ける。2012年アジアフィギュア杯のジュニアクラスで2位入賞。ISU ジュニアグランプリシリーズに、 初参戦し JGP レイクプラシットで7位、続く JGP ボスポラスで10位となる。全日本ジュニア選手権で6位となる。初出場となった全日本選手権で14位となり、新人賞を受賞する。2013年トリグラフ杯のジュニアクラスで2位に入る。2013から14シーズン JGP ミンスクで10位となる。全日本ジュニア選手権では4位に入り、 二年連続の出場となった全日本選手権では15位となる。2014年プランタン杯のジュニアクラスでは3位に入る。2014から15シーズン、2014年アジアフィギュア杯で3位に入る。JGP チェコスケートでは12位に終わる。2015から16シーズン、JGP オーストリア杯で17位となり、全日本ジュニア選手権では10位となる。 2019から2020シーズン第92回日本学生表情競技選手権大会の男子7、8級クラスで3位となった。大学4年生となる2020から2021シーズンを最後に現役を引退。引退後、首都圏の一般企業に就職。ありがとうございます。